聞いいいてはいけない話良一さんという介護士から聞いた話階段好きならいやそうでなくともいわゆる聞いてはいけない話というものに出会うことがあると思ういわく聞くと呪われるいわく聞くと死ぬ大抵の階段サイトに一つはこういう話があって 大体注意を促す印があったりする。良一さんが研修先からもともと自分が働いてる施設に戻った時のこと。戻ると、とある同僚の介護士が真っ青な顔をして痩せ細っていた。ひと月ちょっと前は、ややふっくらとした女性だったのに、今は見る影もないほど痩せてしまっている。自分が戻るのが遅れたせいで激務だったのだろうか。そうも思ったが、 他の同僚に聞くとどうやらそういうことでもないらしい。上司や同僚が彼女、柳下さんの不調の原因を聞き出そうとしたが、がんとして口を開かないという。検査を進めるが、病気じゃないから、とやはり受けようとしない。そして、とうとう年が明けた頃、柳下さんは倒れてしまった。倒れた彼女から採血して検査をしたが、 やはり原因はよくわからない。症状は過労に似ているのだが、過労というほどのシフトではなく、副業もしてはいない。みんながどうしたものか戸惑ったまま、柳下さんは有給休,休暇に入ってしまった。とにかく、まずは負担を減らそうじゃないかと、柳下さんが受け持っていた患者さんの何人かを一時的に全員で分担することになり、良一さんは、 西川さんという老人を新たに受け持つことになった。西川さんは大腸がんが肝臓に転移し、痛み止め以外の科学的な治療を拒否している。余生は身内の迷惑にならないところで、との本人の希望でこの施設に入り、入所当初から柳下さんが担当していた。さて、良一さんが西川さんに簡単な事情を説明し、自分が代わりになることを話すと、西川さんはこう言ったそうだ。 やっぱりなこうなると思っとった。よくよく聞くと、昨年の11月末頃から柳下さんの体に影が付きまとってるのが見えるようになったらしい。最初はとうとうがんが目に来たのかと思ったが、他の人間には全くその影が見えない。そんな時に思い出したそうだ。子供の時、 防空壕の中で赤子を殺した憲兵に同じような影がつきまとっていたことをその憲兵は壕を出た途端に倒壊した建物の下敷きになって死んだあの子はきっと行っちゃいかん場所に行ったか見ちゃいかんものを見たんだ。 その話を良一さんから聞いたケアマネージャーが、知り合いの神社に柳下さんを連れて行くことにしたらしい。ここからはそのケアマネージャーの話。ケアマネージャーが柳下さんの自宅を訪れると、それはもうひどい匂いがしたそうだ。いわく、動物園の匂い。なのに、家の中は比較的まとも。ただ、 柳下さんはもう今にも死にそうな顔をしていたらしい。目の下には熊ができ、手は骨の形が見えるほど、嫌がる柳下さんを無理やり連れて神社に向かう道すがら何があったのか聞いたそうだ。読んじゃいけない話を読んだんです。ネットにある、読んだら呪われるという類の話を読んでしまったんだそうだ。 その話の話内容はよくわからない。誰も聞きたがらなかったからただ柳下さんのお払いをした菅主さんはこう言ったそうだ呪われると思うことで自分を呪ってしまうことがある幽霊の正体見たり枯れ尾花は正体を見たから枯れ尾花になったが正体が分からなければ ずっと幽霊と思い込んだままだ。ならば、その枯れ尾花はその人にとっては、本物の幽霊ということになる。お祓いを受けた柳下さんは、月物が落ちたように回復し、その翌月から職場復帰したそうだ。